はい、こんにちは、道具屋内です。いつもエレちゃんのログラインいただきまして誠にありがとうございます。今日は今岐阜の渓流に来ております。今お昼の3時過ぎですね。今からちょっとイブニングで一発尺花を狙いたいと思います。天気は随分曇ってますんで、今日はひょっとしていいかなっていう感じでございますね。最後まで頑張るぞ。おはい、今日は今からイブニング一発狙いの尺岩狙いでございますので、いつものようにスコットの GS883 を使います。リーダーは、9フィート 5X 直結でございますね。これで大物に備えたいと思います。こんな感じですね。はい、それからフライはまあ夕方ですので、でかいサイズのアダムスの12番か、キハダの13番、まあ、こんなね久しぶりにウルフなんかも使おうかなと思ってますけども、それからまあ状況が思わしくないっていうか、雨続きでしたんで結構アリンコが流されてます。だからお腹の中が結構アリンコでいっぱいだっていう情報もありますので、食いしぶったらこっちのアントでいきたいと思います。というわけで、今日は今から夕方7時ぐらいまで頑張りたいと思います。最後までご覧くださいね。以上、道具屋内でした。すげえ。